はい、皆さんこんにちは、サガキャッツでございます。5時42分ぐらいですか。8月は16日のですね、フライデーでございまして、朝鮮オンラインにこれは14日の日に出た記事ですね。砲弾とヤギを交換クエスチョン。北朝鮮がロシアからヤギ447頭を輸入ということで、ヤギ何のためにやろうという感じですね。ウクライナに侵攻したロシアに砲弾など軍需品の支援を行っている北朝鮮が、ロシアからヤギ447頭を輸入したと自由アジア放送 RFA が12日に報じたということで、RFA によるとロシアの畜産農水産物検疫機関であるロセルホズナゾルは今月9日ホームページを通して生きたヤギ447頭を北朝鮮に輸出したと明かした。船で運んだんでしょうかね。北朝鮮とロシアってのは一応陸でつながってるんですけどですね、山なんですよ。まさかその山をですね、ヤギ飼いたちがわーっと追い立ててですね、いや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 って言いながらですね、めえめえめえって言いながら行ったんでしょうかね。そんなことないと思うんですけど、ロシア検疫当局はレニングラード地域から北朝鮮のラセン市に向かう447頭のヤギについて衛生条件を遵守しているかどうかなどを検討した後、オスヤギ432頭とメスヤギ15頭を輸出したと発表した。メスヤギが少ないすぎるんで繁殖させようという気はないんでしょうかね。北朝鮮の朝鮮中央通信は同日、南浦市の区域郡において能力が高いヤギ牧場が新たに立ち上げられたとし、市内の子どもたちに乳製品を円満に保証できる土地が固められることになったと伝えた。あれですか、乳製品ですかね。ヤギの乳を絞った。それやったらメス少ないやん。そうでしょ。オス432、メス15頭やん。15頭の乳ぐらいで、なん、あれやん。まかないへんやん。まあ、ようわかりません。はい。この辺にしときましょうか。まあなんかね、こういうのって結局常務の判断なんですね。で、常務が入れろとそれをせえって言わないとですね、こういうことは決まらないはずなんですけど、常務って非常に幼い頃ですね、小学校の2、3年生、4年生から2年か3年間スイスの小学校に行ってるんですね。その時にですね、ヤギと出会っていたのかもしれません。だからあのヤギも欲しいなとかって思ったのかもしれませんけどね、ようわかりません。一応スイスなんかはですね、ヤギがいっぱいいるエリアですよ、基本的に。アルプスの長女ハイジってご存知でしょ。僕の世代はみんな知ってますけど、あれヤギ界でしょ、ペーターは。あれスイスではないんですけどね、厳密にはオーストリアの山が舞台らしいですけどね。まあでも一応ですね、あの辺にはアルプスのあたりにはいるということで、ジョーンが留学したエリアにもヤギはいたのかもしれませんね。北朝鮮にヤギがいるとは聞いたことがないんで、日本にも野生のヤギなんかいないでしょ。いないですよね。鹿はいますけどね、ヤギはいなかったと思います。はい。なんで、まあ、そのジョンウンのお声がかりかもしれませんけど、もうちょっとマシなもんええだがええんちゃうと思いますけどね。まあようわかりません。ただね、このジョンウンというおっちゃんがですね、多分国民の窮乏なんかまるっきり理解していないと思いますよ。ただ最近ね、被災地に行ってね、その被災地の市民1万3000人を平壌に迎え入れるとかってやってるんですよ。ちょっと最近その民生を、人々の生活ですね、民生を気にしだしたのかもしれません。まあ言うてでも限界はありますけどね、あのデブですからね。ただ
もうちょっと何かの意味があるのかもわかりませんね。ヤギの肉は食いたいとか思ったのかもしれません。ヤギの肉、ヤギの肉そんな美味しいもんちゃいますけどね。羊の肉の方が大きい。まあ羊と同じ仲間なんですけどね、日本では北海道なんかでですね、羊を飼っていてですね、その羊の肉なんかは北海道の人は普通に食べてますね。東京でもですね、スーパーで売ってますね、時々ね。いつも並んでるというわけではないですけど、たまに出ていたりしますね。僕結構好きですよ、ラムっていうのは。まあそれはいいんですけど、キム・ジョンウンってね、ものすごい見えっぱりなんですよ。で、人にこの教えをこうたりですね、この物乞いをするっていうか、物ちょうだいって言うたりするのは超苦手っていう感じがします。それでなんていうか、ちょっと強がり、プーチンに対してええ格好をして強がりを言ってですね、ヤギなんかちょっとちょうだいとかで言うたのかもしれませんね。まあいずれにしよう、あんまりこのなんて言いますかね、この民生を考えてというよりもですね、本人の趣味ちゃうかなという気がします。この後このヤギたちがですね、どういう運命をたどるのか。まあそのね、オスがほとんどっていうのは食用ですかね、わからんねんけどな。メスがほとんどやったら、これはあれですよね、乳搾りもできますよね。オスが432にですね、メスが15って、それなんなんて話ですね。でヤギって草を食べるでしょ、だから餌代いらすんですよ。しかし北朝鮮の山ってね、そんな草ばっかり生えてませんよ。なんでですね、どうするんやろという話ですね。で、食えるものはみんな人間食ってますからね、北朝鮮の山って。草も食ってるらしいですよ。もうだってそれはですね、食べないとですね、食べられるものは何でも食べないとですね、命がなくなるわけですからね。なんで、意図がようわからん。多分、キム・ジョンウンです。こんなことを下々が決められるわけがないんで、キム・ジョンウンがですね、ヤギ入れろって言ったわけですね。で、アルプスの少女のハイジみたいには遊びたい、ヤギと一緒に戯れたいんかなという気がしなくもないですけどね。はい、まあ、ようわかりません、ようわかりませんけど、この先何かですね、このヤギについてはですね、新たな情報が入ってくるかもしれませんね。砲弾とヤギを交換、北朝鮮がロシアからヤギ447と輸入と。あれ、レニングラードってものすごく遠いんですよ。多分シベリア鉄道に乗せて延々とですね、うまくいっても8日間はかかります。その8日の間に447頭のうち何頭かは死ぬんちゃいますか。だってヤギなんて列車の旅に慣れてないですからね。多分生まれて初めて乗るわけでしょ、みんな。それでじーっとしなあかんわけでしょ。そのストレスたるやですね、かなりのもんやと思いますよ。だから1割や2割なくなるんじゃないですかね。だから1割なくなる、400頭のつもりで447にしてるのかもしれませんね。はい、とりあえずこの貯蔵ラインのアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。